こんにちは、田中優子です。はい、では、月収100万になるための商品サービスの3つのポイントということについて今日はお伝えしたいと思います。月収100万になるために、やっぱり魅力的な商品がないと人って来てもらえませんよね。それ欲しいって思ってもらえる商品がないと売れないですよね。当たり前ですけど。で、それってじゃあどうしたらそれ欲しいって思ってもらえるようなサービスができるのか、商品が作れるのかっていうことについて今日はその仕組みをね、ポイントがあるのでお伝えしたいと思います。自分のサービスの中にこのポイントがあるかどうかって見直していただきたいと思うんですよね。そうするとかなり商品の見直しになると思いますから。はい、では3つお伝えしたいと思います。1番目は大体こうその方の自分の人生の中で苦しかったこととか嫌だったこととかできなかったことっていうのが入ってきます。その悩みを自分はどうしてきたかっていうことが大体サービスにつながってます、ことが多いですね。なのでそれを見直ししてみてくださいね。悩みってね、人生そんなにないの、実は。すごい自分の悩みって自分だけの悩みって思ってるかもしれないんだけど、実はそうじゃなくて大体種類があるの。で、じゃあその種類って何なのかっていうと、ここに書いてあるんですね。お金、パートナーシップ、これは婚活とかも含めます。だし不倫とかも含めます。恋愛も含めます。ね、だし健康ね、健康害者だったとか体調悪いとかそういうの入りますね。あと美容、コンプレックス、自分のことが好きじゃない、あとスピと資格、ここら辺のことなのね、大体。だから、私ってこの分野のここら辺が苦しかったんだな、それをこういうふうにやって、どんなふうに苦しかったんかな、そしてそれはどういうふうに解決できたのか、でそれは何でだったのか、そのなんか方法とかルールとかね、ツールとかね、あると思います。パターンがあるの。そんなにね、悩みを解決するのにパターンってね、実はないの。1、2、3ステップとかそんな感じの、簡単に言うと、そこを見つけられると、そこを伝えるだけでいいんですよ。なのでそこを見つけてみてください。で、2番目はそのパッと見、それって私本当に欲しいかなってやっぱり思ってもらえることが大事なのね。お金ってやっぱりすごく大切なもんですよね。だしすごく安心するもの、それを手放す時ってやっぱすごく怖いから、それを出してもそれ買いたいなって思ってもらえるような商品なのか、そして自分なのかっていうことが常に問われてるってことなんですよね。はい、で3つ目は、これをね、どんなに人生で苦しかったことでできたことだったりとか、お金を出しても欲しいって思うものであったとしても、やっぱりそれを伝えるのは自分自身なのね。だから自分がそれを伝えててすごくうわっ、それ伝えたいっていう思いとか、これ伝えずにどうするんだっていう思いとか、自分が本当に心からウキウキワクワクしてるかっていうところがすごく大きな差になってくる。ここがないと伝わらないのね。なんかいいこと言ってるなぐらいなの。だからここがないと伝わらないです。で、例えばね、これ例を出した方が分かりやすいかなと思うので例をお伝えしたいと思うんですけれども、私は、一番ウキウキワクワクするのがやっぱその月収100万になる、女性を育てたい、だから私と同じ思いを持つ人が育てていったらすごく嬉しいと思ったのね。で、月収100万っていうのは違う動画でもお伝えしてるんですけど、私にとってすごく自分が自分らしく生きていられる世界と、やりたくないことや家事やりたくない、誰かにお願いできる世界、とか、あとはやりたいことだけやっていいっていう許可が出る世界でも、それでもみんなに愛されちゃう、しすごくファンになってもらえる世界って、なんて素敵なんだろう、この自分を分かち合っていくだけでなんて素晴らしいんだろうと思ったのね。だからそれをお届けしたいと思ったので、私って実は多分月収100万になるサービスが他にもできると思っていて、それは例えば、不登校のお母さんがもっと自分を認められる方法とかね不登校だからね、子供で、あともう一つとかは、どんなに心理学を学んでもパートナーシップがうまくいかない人とか、ぐるぐる元に戻っちゃう人っていうのも、私月収100万になるサービス作れると思ってるんですよ。すごくそこ自分も苦しんできたからね。
なのでできるとは思うんだけど、それやってもなんかねワクワクウキウキしないの残念だけど。だから私はこの月収100万になるっていう方をお伝えしたいなと思ってるんです。うん、そんな感じで、ちょっと自分の、今こう出してるね商品とかサービスっていうのを見直ししてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。